が10年前のアムルスキア。言うほどの違いはなさそうだね。大気成分もほぼ同じみたいだ。君はどうだい？体に違和感とかはないみたいだね。よかった。いくら時間速報ができるといってもそう長くは滞在できないはずだ。必要なことをさっさと調べて。そうそう楽させてはくれないか。この自軸だと助けも呼べない。差別砲撃、誰がこんな無茶苦茶な真似を。あれ、聞いた話だとこの辺りにはダーカーしかいないはずなのに。ああ、そっか。なるほど。人型をしたダーカーってことはあなたがダークファルスなんだね。観測者総意を検出。クラリス・クリス。その人物はダーカーにあらず。え？だってあなたがダーカーだって言うから私は。そのような発言の事実はない。私は可能性を論じたの。あ、ちょっと、もう。ごめんなさい、勘違いでした。私の名前知ってるの？私、他のアークスと話すどころか会うことだってほとんどないのに。もしかしてさっきの声が聞こえてた？うわ、もう話中なのにこのタイミングで命令とか。本当にごめんなさい。次から間違えないようにするから。分かってると思うけど、彼女がそうだよ。10年前に存在した2代目のクラリス・クレイス。彼女こそマトイだ。10年後と同じ年齢に見える。僕にも詳細は分からないよ。記録全部消されちゃってるんだし。でも消された記録を埋めるように残された状況報告には、2代目クラリス・クレイスは命を落としてダーカーの進行を食い止めたとね。彼女に会えたってことは僕たちの判断は間違ってなかった。10年前についてもっと調べていこう。